はいどうも、キタスラチャンネルです。キタスラチャンネルです。はい、2回言っていくということで、今回は語尾を伸ばして伸ばして伸ばして、やっぱ兄弟同士仲良くなるためにはどうするかというとね、この動画を見ることです。ということで、今回の企画はこちら、アザール兄弟ということでね、トルガーアザールとエデンアザールの CF と ST コンビでね、今回ブチクリットで兄弟の友情つもんを見せていこうと思います。えひやよいわはい、マッチングしていく。作り針が全風潮。相手のスリートップがなかなか怖いと。どれだけ怖いかっていうと、人狼ゲームで自分が人狼で、市民たちに、こいつ人狼くそくねえなんかって言われる、キッキングオフされていく。ということで、気持ちいいね。このね、どうしたどうした相手。武者震いしてますかと。武者震いじゃなくて、俺はミーチュアダックスフンドが水かけられて、ブルーってするぐらいの犬震いさせて。早速なんですけどね、まあ、ワンワンみたいに、犬さんみたいにね、ちょっと疲れてまいりましたと。最近ね、やっぱ敬語注文がね、まあ難しくてさ、やっぱ使えないんだよ、やっぱりうまく。まあそういうとこちゃんとね、社会人たるもの使えないといけないのかなということで、まあ社会人になりたくない。社会人になりたくないんで、できることなら YouTuber になりたい。そんな夢を追い求めてる。今、人生ギャンブル。じゃあ全然違うな、全然ギャンブルじゃねえな。こちらキックペイントして抜いていく。これがキック、こうやってやれば実践でも使えますよとね、言いたかったけどできなかったということで、そのさ、ほんでどこでもどうや。試合中にね、指とね、口を動かしてね、もう鼻も動かしてね、もうね、すべて眉毛も何もかもね、まあね、ファンデーションつけながらね、動きでございますけど、頑張っていこうよ、頑張る。自分のことが可愛すぎるあまり、なんかもう本当に、なんだろう、もう、自分に甘い。そういった人間がね、ウィーレ弱いんですよと、そこの画面のあなたも、プロチームに入れますよ、カードで、思いますと、いけいけ決めていく。まあね、これが兄弟のコンビの力と、友情コンビということで、やっぱり兄弟は仲悪くても腐れ縁なんです。腐ってもその縁は引きちぎれることはない。その兄弟のパワーを見せてくれたこのワンシーンでしたと。ということでね、ぜひね、キタスラチャンネルが欲しい方いましたら1億円で販売しますので、ね、前半折り返していく。はい、ということで後半キッキングオフしていく。ということでテンションをちょっと落ち着けてね、やっぱりね、こっから2点目決めなきゃ動画投稿ができないと。やっぱり YouTuber たるもの、ここ抜ける、いける。オッケー、かわして完璧。あ、歯、いや、歯が止まらない。え、デンタクリニック。俺の初めての動画を見たらこの流れわかりますよと。名言ちゅうものを生み出してるんですよ。でもね、最近その名言というものがね、もうね、全然ね、言えてないんですよ。ちょんちょんとかね、まあ、行こうかなと。スワイパス当てて、落として、そう、マイナス落として。はい、はい、立って。はい、こう、いける、いける。はい、はい、若葉、いやいや、マジ自分で暴れる男はモテますよと。で、この動画見てるあなたもモテますよと。はい、海で行ったら女の人に逆断されました。これもキタスラチャンネルのおかげです。とか、おパコしてくださいとか待ってるので、実は、あ、二画面に当たって言う。そういうね、まあ、ほうれん草だね。ほうれん草も動画で、はーい、こういうことよ。はぁ、もうさぁ、それはさぁ、運転免許8回目落ちてる人よ。そのミスは良くないぞよと。絶対にこの問題間違えちゃいけない。明らかに引っ掛け問題ですよっていうのを余裕で間違えてしまうね。そのキタスラチャンネルの攻めよ。もう自分に失望よと。息切れしてきましたよと。やっぱキタスラにとって YouTube とはって言われたらね、マラソンですとね、ぜひ答えたい。情熱大陸に出たら言おうと思いますと。長い長い道のり、動画完成までがゴール地点ですと。それまでの過程が大変ですよ。ということでね。1対0で今回、勝ちましたよ。ということで。はい、スコアこそはね、まあ、すごいね、なんか渋いんですけど、まあ、内容またはね、アザール兄弟のちょいちょいとしたドリブル。まあ、そこら辺がうまく見せられたんではないでしょうか。ということで、改めて言います。キタスラチャンネル、得点ではありません。試合内容のそのムーブについて、広めておりますということで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。